はい、今日は持ち手をつけて完成させたいと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。昨日はネックレス、もうねめちゃくちゃ時間かかったネックレスなんですけど、シンプルすぎてねそんな風に見えないっていうね、あのネックレス作りまして、まあ地道に編んでいたんですけど、ようやく試し編みの松編みのペタンコバッグが出来上がってきたので、ここから一気に持ち手をつけて今日は完成させたいと思います。あとね、今 この色まで行きましたよね。なのであと残ってる色はこの色、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 この4色を使って最後まで行きます。で、今ですねちょっと思っているのが、この次の糸で、これ一周しましたけど、一周しないでここからここまでを松編みで一回編んで、で反対側も同じように編んで、この3色ぐらいかな、3色ぐらいで持ち手の部分をなんとかしようかなと思っています。あのね、感覚でやってるので編み図も何もなく、まあこんな感じという相変わらずぐったぐったのもう思いつきでやっております。じゃあ6号針で、でよいしょよいしょ、この4つですね、松編みのこの模様編み4つ、この4つを編みたいので、まずこの端っこの1,2,3,4,5 5個目を取って、そこによいしょ糸をつけていきます。細編みを編んで、でここからよいしょこの中に長編みを9目かな、9回、もう最後の最後まで糸の色を変えてカラフルにいこうかなと思ってます。とりあえず今片側だけ、あの持ち手まで全部つけてみたいなと思います。でここの 1,2,3,4,5 ここのとこで細編みをしてかな、これで終了、真ん中真ん中真ん中終了で、ここまで来ました。で次の色これかな、これでこうね持ち手をつけていきたいなと思って、こことここですね、わかりやすい、頂点わかりやすいって感じでつけていきたいなと思います。とりあえずこれはこれで、ちょっとこれベージュのきなりの糸一周させます。でここからここから持ち手を23,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25をやって、この緑の真ん中に戻ってきて、こっから向こう側まで一周させ、ちょっと待って。あれ、もしや、もしや一周させるためにはこの緑反対側もやんなきゃダメか。あらまあ、あらまあ、うん、こっちの方が落ち着きがいいと思います。こっちの方がいいな、やっぱり。うーん、そうきたか。じゃったらちょっと今緑の方こっちにもつけちゃいますね。で反対側も緑編んだので、これで心置きなくベージュきなりで一周していけます。まあこれあのあまり強度がないので重たいものを入れたら伸びると思います。なのでちょっと本当にちょっとしたお出かけのものとバックインバックみたいな形でしか使わない方がいい気がしますね。うん、こういう感じで
可愛いかもしれない。よいしょよいしょ。で、とりあえずきなりっていうかベージュでもう一周しましょう。はい、上半目と裏山を拾っては細編み。今何も考えず一行編みましたけど、一段編んだんですけど、ここなんか気分的にここの松編みと松編みの谷になる部分は3目一度でキュッと閉じた方がいい気がしてきました。で、あとは何も。多分ね、だらっと編んでるとそのままここの口が伸びてくる気がするんですよ。このままベローンって。それだったらちょっとこうして同じようにこうね、谷、こう V 字型になるように編んであげた方が収まりがいいのかなと。うん、この方がここが収まりがいい気がします。はい、で、これでもいいな、これだけでも可愛いですけどね。ここに糸変えて、次ピンクいこうかな。こっからまた細編みをしていきます。どのぐらいの持ち手の太さにしようかなと、細編み2段ぐらいかなとも思ってたんです。やっぱり2段ぐらいか。まあやっていきましょう。ちょっと中学生塾に送ってくる時間だな。そうなんですよ、夏休み中だから塾も結局午前中に入ってくるんですよね、早い時間とかに。よいしょ。ちょうど私が撮影する時間に結構重なって入ってくるという。今ね、ちょっと勉強しに近くの勉強できるスペースのとこに行ってるので、あ、帰ってきた。じゃあちょっと行ってきます。はいはい、送ってきました。で、これから、また1時間後にお迎えでございます。よいしょ。というわけで、さっさと完成させましょう。細編み。何が何でも細編み。で、もう一周しますね。最後、これ今薄いピンクで、最後この濃いピンク編むんですけど、濃いピンク本当に、なんて、色がはっきりしてて、濃いので、もしかしたら一段だけでいいかな。存在感ありありだから、2段編むとかなりな存在感になるような気がしています。もうね、このダラダラ細編みの時間がね、至福の時ですねもう大好き、このダラダラと細編みをひたすら編んでいくの大好きです。3目一度いっぱいやりすぎると閉じてくるのか。じゃあここはやめよう。ちょっとここはあんまり3目一度を谷のとこでやってるとどんどん小さくなっ、逆にね、あの入れ口がすぼまってきちゃうので、ここは普通に編んで、やっぱりね、持ち手まで来るとやる気アップアップで、もう一息で終わるっていう思いがあるので、がぜん張り切りますね。そして途中でやめられない。さっきもね、本当はやめたくなかったんですけど、あれはしょうがない、まあ、子供のね、習い事なので。一応家族優先で頑張っております。ここにこの濃いピンクで編めば、すべての色が3回ずつ登場ってことになりますね。やっぱ濃いピンクバリッときますね。バリッと目立つ。うん、やっぱりピンク1段っていい気がします。それ以上ピンクがもう1段入ると、ピンクの方が勝ってしまう、濃いピンクが勝ってしまって、なんか
バランスが崩れそうな気がする。はい、こんな感じです。ちょっと全体が横にしないと映らないか。こんな感じになりましたよ。で、まだ糸の始末してないので、中糸がペロンペロン出てます。ペロン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 って出てるので、これから糸始末したりアイロンかけたりしたいなと思います。ほい、これで全色1回ずつ使って、結局1回2回3回ですね、3回3クール回りまして、ペタンコバッグが完成いたしました。ちっちゃいよ、ちっちゃいさはあ、できたできた。意外と松編みがもうね、あの目数が多いのでポコポコしてて、これこれで可愛いものが出来上がりました。やれやれ。やっぱピンクがすごい目立ちますね。で、これ綿の糸なので、まあまあ温かみはあんまりないんですが、これいわゆる編みぐるみとかいいかも。毛糸じゃないけど編みぐるみでも可愛いし、ちょっと前にアフリカンフラワーっていうモチーフ編みましたよね。あれで使えばこう結構派手な色があるので、あの夏用、春夏、秋までの膝掛けみたいなのとかでもいいかもしれないですね。はい、まあいやー、とりあえず出来やしたよってことで、これで完全にこの、パピヨンコットンの試し編みガテラの、ミニバッグ、松編みのミニバッグ、ペタンコバッグ完成いたしました。はい、じゃあまた明日何かやっていきたいと思います。それではまた明日。じゃあ。